もこんにちは、メタルゾンビチャンネルの渡辺です。今回はですね、前から、リクエストいただいていたことに、ちょっと答えてみたいなということで、今回こちらのダヴィンチリゾルブを使ってカラーグレーディングしている様子を、お届けしたいなと思います。ちょっとですね、なかなかお見せできる素材がですね、なかなかなくて、これまでちょっとやってこれなかったんですけども、先週ですね、こちらの、ソニーの、Vlog カムの ZV-1 を購入しましたので、ちょっとテスト撮影をやってきました。で、そこで、この ZV-1 で、S-Log3 撮影ですね、ピクチャープロファイルで言うと、PP9 番と、あと PP8 番、になるんですけども、そちらで、少し撮影したものがありますので、それを使ってやってみたいなと思います。素材が、2つあるんですけども、1つはですね、今ここに映っている、サラダの素材、そしてもう1つはですね、こちらの、肉の、映像ということで、この2つをですね、やってみたいなと思います。で、テーマは、美味しく見せると、例えばよくあるシネマティックとかではなくて、普通に、単純に美味しく見せるっていうことを、そこに一番、注目してやっていきたいなというふうに思います。またですね、こちらの、肉のカラーコレクションに関しては一つ一つですね、カラーコレクションの考え方とかっていうのを30分ぐらいかけて解説した動画を先週ですね、オンラインサロンの方にも、アップしましたので、もし詳しく、知りたいという方はですね、オンラインサロンの方、動画の説明欄にリンクがありますので、そちらからチェックしていただければなと思います。ということで、今回この2つの素材ですね、やってみたいなと思います。こんな素材ですね。ファミレスで撮った素材になるんですけども。じゃあ、早速ここからですね、やっていきたいなと思います。まず最初にですね、ノーマルルックに、していきたいと思います。で、正直、これだけでも結構美味しそうには見えるかとは思うんですけども、このまま、でもいいんですけど、さらにですね、よく見せるために、問題点とかもですね、修正していきたいなと思います。で、これは動いてるんで、トラッキングをしてですね。であとはこっからですね、色温度を、少し調整ですね。でちょっと肉だけを、明るくじゃなくて、赤みをですね、ちょっと出しながら。で、これピンが合ってないわけではないんですけども、ちょっとですね、解像感が微妙なところもあるので、若干シャープネスにですね、加えて、
で肉をうまそうに見せるためにですね、若干グローも加えて、でちょっと周辺のですね、肉に注目がいくようにですね、注目をいくようにして、で真ん中の肉のところはですね、ちょっと明るく、でこんな感じですかね。これでだいぶ美味しそうに見えるようになったかと思います。これがですね、S-Log3 の元の状態で、今からこれやったやつはこんな感じですね。で、順番に追っていくと、でこんな感じになりました。では次にですね、こちらのサラダですね、この辺が分かりやすいんではないでしょうか。ということで、ここからですね始めていきたいなと思います。手順はですね、先ほどと一緒ですね。まず、成形してあげるという感じですね。最近だとノーマルルックとか言ったりとかすると思うんですけども。で、明るさも整えて。拡大すると分かるんですけども、ノイズが乗っかってるんですよね。ですのでちょっとここでちょっと一つ前にノードを作って、ノイズ除去ですね。でここでまた、色温度ですね、ちょっと一回前のノードに戻って、もう少しですね、ちょっと明るさをちょっと調整していきたいと思います。こんな感じですけどね。でここで、色温度ですね、
で先ほどと同じようにですね、ちょっとさっきと違うのはこちらですね、この編集可能なスプラインというものを使ってちょっと明るさのですね、微調整をで、先ほどと同じようにですね、ちょっと解像感、まあちょっと小さい画面だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、ちょっと今解像感をですね、良くしました。これがまあ元の状態、若干なんかこの辺がなんかピンボケしてるみたいな感じになっていたので、今シャープネスを加えてですね、ちょっとシャキッとさせました。でこうやって周りの色を明るさを下げるとですね、結構この辺の、暗くなった分色が切り出てくるので再度も落としておきます。こうすることで、真ん中に注目がいくというところですね。でこれも先ほどと同じようにちょっとグローを追加しておきましょうかと。でこれで、これが元の S ログの状態なんですけども、これが今カラーコレクションやったものですね。で一個一個見ていくと、まあ、これがまあ普通に、ノーマルルックにした状態ですね。で一旦これを、スキル保存しておきます。
で比較をすると結構まあこんな感じで、まあ普通にノーマルルックにした状態だとこんな感じなんですけども、まあこんな感じですね。まあ、ほんのちょっと、まあ、ひと手間加えるだけで少し美味しそうに、見えたかと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今回の、まあ、使用した肉の素材と、あとはこのサラダの、まあ素材ですね、カラーコレクション実際に試してみたいという方も、いらっしゃるかと思いますので、一応動画の説明欄にですね、そのダウンロードのですね、まあ、リンクは貼っておきますので、もし興味のある方はですね、チャレンジしていただければなと思います。あとですね、このメタルゾンビチャンネルの、切り抜きチャンネルというものがですね、1ヶ月前ぐらいから、できました。そちらはですね、僕が普段生放送で、長々と話をしているものをですね、テーマごとに切り取って、分かりやすく、まとめた、チャンネルになります。そちらのですね、動画も、リンクは貼っておきますので、よかったらチェックしていただければなと思います。ということで今回はですね、以上となります。